はい。えー、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。えっ、ー、と、今はですね、私はキルギスですね、中央アジアの中心地についてするキルギスの首都ビシケクからお届けしております。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えっ、ー、とですね、今日お話したいのは、あの、ロシアとその中央アジアの関係についてお話したいんですね。で実際にその中央アジアの人たちが今のロシアの状況をどう思っているかということも、まあ、軽く触れてみたいと思います。 はい。えー、っとですね。中央アジアについて、例えば、キルギスタン。まあ、私が今いるキルギスタン、ウズベキスタン、カザフスタンとかですね。まあ、あとはアフガニスタンとかもありますよね。そこら辺のスタンがつく地域が、まあ、基本的に中央アジアになるんですけども、えー、っと、こことロシアはかなり関係今でも深いですよね。で、えー、っと、皆さんも結構、ニュースでプーチン大統領が、えー、っと、ここら辺の中央アジアの大統領と話してたのを結構見たんじゃないですかね。皆さんも。 はい。それぐらいまあ、ロシアとも未だに関係値が深いんですけども、そもそもまあ、なんで中央アジアがそれだけロシアと関係が深いかって言ったら、それはあの、ロシア帝国時代から始まるんですね。 まあ簡単に言えば、ロシア帝政がここを支配しちゃったんですよ、ロマノフ長が。ここの地域を支配してしたので、そこから始まるんですね、関係性が。その後に、まあ、例に率いるソビエトですね。ソビエトがここら辺を、まあ、あのー、ソ連圏にしたって感じですね。で、それによってソ連は、まあ、非常に大きな、えっ、ー、と、国になったわけですよね。 だから、ソ連がなんでそんな大きな国になったかっていう、その、あの、ルーツっていうのは、そもそもロシア帝国やったんですよね。ロシア帝国が大体、まあ、例えば、あの、中央アジアとか、あと、ジョージアとか、アルミニアとか、コーカサス地方ですよね。そこら辺を、まあ、占領したわけですよ。で、その後地を使って、まあ、ソ連が、まあ、また支配して、ソビエト、え、共産圏内に変えたってわけですね。で、中央アジアではかなり、そのソビエトっていうのは、まあ、強引に変えたんですよ、結構。あの、ロシア語しか使ってはいけないっていうのが、まなってて、 で、実際ドライバーとか話してそういう時を体験したおじいさんと話したら、まあ、あの、だからカザフスタンにいた時に聞いたら、カザフスタンの言語は使えなくて、もうロシア語しか使え,か使えないような状況だったと。まあ、試験もすべて、例えば国家試験とか,なんか学校の試験とかも全部ロシア語に変えられて、あまあ、すべてロシア語を話さなきゃいけないようになったんですよね。はい。まあ、でも、ソビエトはもともと無宗教なんで、あのー、そういう宗教に関しては、まあ、あのー、結構寛容だったっていう話ですけどね。 はい。まあ、そういった、まあ、関係性がそもそもあるんですね。えー、ソビエト、ロシア。だから、言語をやっぱり、ここの、中央アジアの人は話せるんですけど、やっぱりそうやって、ソビエトが強引に言語教育をしたから、まあ、話せるっていうような、まあ、構図ができたわけですね。で、やっぱ、言語っていうのがすごく重要なわけですよね。その、うん、多分、コミュニケーション。例えば、文化的統一にしろ、文化的交流にしろ、やっぱり話せないと、やっぱり始まんないんで、ほとんど。やっぱり、話せるって大事で、やっぱり、言語をソビエトが変えたっていうのが、今でもその深いつながりを、うん、ロシアと、あの中央アアの。 中アジア生んでるんだと思いますね、えー、まあ簡単に言えば例えばまあロシア語が喋れたらロシアに出稼ぎに行,行けるわけですよねであの中央アジアとロシアを比べたらやっぱりロシアの方がああのまあ、リッチなわけですよ世界でも10位前後に位置するんで世界で10位って10位前後ってまあかなりやっぱり GDP 的には大きいんでねあのロシアって貧しいって言われてるかもしれないですけどやっぱり相当大きいんでやっぱり中央アジアの人がロシアに出稼ぎに行くっていうのはまあ今でも頻繁に行われてるんですよで。 で、じゃあ、今の、そのアジアの人たちが、そのロシアの今の現状をどう思っているかって言ったら、大体でもやっぱり、肌感覚ではフィフティーフィフティーですよ。それは。例えば、日本とか、まあ、ヨーロッパとかだったら、まだ一1枚岩で大体、まあ、ほとんどの人が、まあ、ロシアに対して、まあ、反対してる人が多いと思うんですよ。ほとんど、まあ、僕らの,あの、その西洋圏的な、えー、思想的なものはアメリカとかね。ただ、まあ、中央アジアとか、まあ、コカサス、ジョージアとか、あの、アルミニアとかは、 だいたいまあ半々って感じのイメージですね。やっぱりなんかあの、アシストする多くの理由としては、やっぱりプーチン大統領のまあ、あの、カリスマ性っていうのは大きいですね。まあ、あの、やっぱり、なんていうのかな、プーチン大統領は少なくとも、その、 えっと、明確なビジョンがあるのと、やっぱそのパワフルさっていうそのイメージがあるんで、やっぱそれに惹かれる人がなんか、えっ、ー、と、一般人にも多いのかなっていうイメージですね。あとは単純にそのロシアとソビエ、えっ、ー、と、ロシアとのその経済的なつながりですね。ロシアに出稼ぎに行って、ロシアに稼がせてもらってるからっていうような、えっ、ー、と、意見っていう人も多い,多いわけですね。だからまあ、その政治的なカリスマと、あとまあ、経済的なコネクション、つ、え、な、ー、がりから、まあ、ロシアをアシストする一般市民の人は結構いるなっていう感じが、えっと、ありますね。 はい、ただまあ半々ですよ。半々です。やっぱりそこで違うよ、えっ、ー、と、今に対して反対している人も結構いるって感じですね。だからまあ、待ちまちですね。で、大体まあ面白いんですけど、大体なんか自国の制度に、自国に例えばカザフスタン人だったら、カザフスタンに対して政府に反対している人は、大体ロシアに反対している人がまあなんか結構多いがって感じですね。まあ、なんでかって言ったら、中央アジアってやっぱり旧ソ連圏なんで、この大統領の権限がクソ強いんですよ。 まあほとんど独裁権で、まああの、なんか、帝王みたいな感じですね。かなりもう、キングに近い感じですここでは。で、だただ、あの、なんていうのか、こう、強権が非常に強いんですけども、まあでも、 でも、意見もなんかまちまちですねそのジ。カザフスタンにしよう、ウズベキスタンにしよう、キルギスにしよう、その大統領がいいっていう人を見れば、悪いっていう人もいるんで、その意見もまちまちですね。まあ、少なくとも、うん、だから、いいっていう人はまあ国に、大統領は国に対していいことをしてくれた、悪いっていう人は悪いことをしてるっていう意見なんじゃないですかね。はい。だから、実際にどっちの側面もあると思いますよ。あの大統領はいいか悪いかっていうのは、実際に、この中央アジアでね。はい。 まあだからなんでじゃあ、中央アジアがそれだけあの権限が、大統領が強いかって言ったら、やっぱりそれはえと共産主義っていう権力構造に基づいてますよね。基本的に一党独裁なんで、やっぱり権力集中がしやすくて、権力分散ができてないんであの一点に、あのー、一点に権力が集まりやすいから、そういった帝王ができてしまうってことですね。まあ、これはもうスターリンの反省でも分かってるんじゃないですかね、みんな多分人類っていうのは。はいまあ、そこは共産主義のまあ欠点、ちっちゃい欠点じゃないですかね、やっぱり。う と、ですね。はい。ですね。 まあ、でも、なんていうのかな。まあ、えっ、ー、と、まあ、ロシアとその、中央アジアの関係者、大体まあ、そんな感じなんですけども、大体まあ、えっ、ー、と、権力構造が非常に似てるってことですね。やっぱり一党独裁なんで、あの、大統領に権力が集まりやすいっていう、点のが、やっぱり、急遽三権ではどこでも見られるってことですね。で、あの、まあ、あの、ロ中央アジアの人たちは、まあ、現状ロシアに賛成してる人反対してる人は、肌感覚では大体半々、いろんな人の話聞いたら大体半々ですよって感じですね。だから、やっぱりそこは日本とは違いますよねって感じですね、そこら辺は。はい。ですね。 だまあ僕が、えー、と初めてこうやって中央アジアって地に訪れたんですけども非常にいい国ですね僕は好きですねウズベキスタンにせよ、えー、カザフスタン行って今キルギスに行ってるんですけども、えー、とめちゃめちゃいいですね特にまあ僕は今キルギスが、えー、かなりお気に入りですねはい飯もうまいし人も面白いし、まあいし物価も日本にとってはかなり安いしねあ自然も美しいしキルギスはアートも結構僕は興味ありますねまだちょっとアートミュ 言ってないんですけどちょっとまあ世界遺産によって見た後、たまたま見た後とかはまあ斬新で面白かったですねで。歴史も面白いですね。やっぱり独特な歴史があるんで、非常に面白いですね。結構遊牧民的な、えー、と歴史があっと多いですね、はいえーとまあ。結構おすすめですね。ウズベキスタンは人気が今出てきてるんですけども、僕はどっちかといえばキルギスの方がおすすめですね。メッシクソ重いですね、キルギス。まあ、ウズベキスタンもクソ重いですけどね。 はい。まあ、興味あったらぜひ、まあ、ちょっと行ってみてください。素晴らしい国です。はい。ではまた。